学校に行くん？なぜ学校に行くんだったっけ？ついでにお菓子屋さん閉まってるわな、さすがに。さすがに閉まってるか。ここはランク D からじゃなかったかな。D だ、いけるぞ。寄り道。アイテム。スタミナも。ここは鍵かかってるんか、やっぱり鍵がかかってる。大きな鍵穴と小さな鍵穴。とりあえず入るか。入れ替える。ロボニャンをセットする。そして、さよなら汗かき。君はもう使わないよ。あ、本家元祖。こんなんあるん？本家で出やすいとか元祖。よくわからん。親方、クリティカルの威力がより高くなる。反動でダメージ受けるのは嫌だな。とりあえず前衛に。防御型だからこうしたらいいんだ。これでいいかな。この中、また一緒か。笑い姉さんじゃないですか。カブトさん。技。100m2。特にこの中は何かしようとかないんかな。なんだこいつ、おにぎりマン？おにぎり侍。おにぎりマンだった。おにぎりが好きなんだろう、きっと。おにぎりをあげてみようか。それなりに懐きやすく、ものすごく懐きやすく。行ったれ。さあ、仲間になるんだ。絶品でござる。笑えないわ。それについて、米が一番力がアップ。いった。回復、危ない。キル、2回攻撃。そんなバカな。キル、2回攻撃が強いな。ぜひ仲間にしたいな。レベルアップ。そう、レベル低いからか。ならないだと。絶品をあげたんだぞ。
もうちょっと仲間になりやすくてもいいじゃないか。閉まってる。こっちじゃない。あれ、ここ開かないぞ。あ、いたいた。びっくりだ。イクラのおにぎりを手に入れた。これでまた挑戦ができる。通れない。ここも通れない。通れない。どうなってるんだ。こっちか。その前に上を見てみるか。アイテムゲット。妖術超百科いらないんだけど。今はまだいらない。持ち物。ロボニアに装備させとこう。ダメだ、守りを強くするの。守り下げちゃダメだ。素早さにしとくか。揚力すごい下がるけど。あれ、もう行くとこない？あったあった。笑い姉さんか。笑い姉さんばっかりだな。テムス。上がれない。お、来た来た。おむすびマン。おむすびマンを仲間にするぞ今度こそ。必殺技だ。回せー。守りアップ。避けてるし。勝利勝利。必殺技アップ。梅おにぎり。そしてそしてそして、マジでどういう確率なんだ。 くじ引き券。くじ引きとかばっかりだな。こっちはもう行けないな。向こうか。ドンヨリーヌがある。行ったり来たりすると妖怪が変わるんだな。変わらないじゃないか。全然変わらないじゃないか。変わったけどおにぎりがいい。もういいや。もしもし。来やがった。ついてくるな。ついてくるな。カゴのお守りを手に入れたぞ。なんか良さそう。持ち物。守り力。
ロボニャンの防御力を上げるか。もったいないな、これは。力9はもったいないな。防御力。なんかロボニャン弱い気がするな、ステータスが。ここアイテムがない。誰だ、どんよりいいのか。いらない。屋敷の鍵ショー。屋敷の鍵台を見つけないと。こっちか。こっち行くと戻ってしまうんだな。相手じゃないか。あれ、ここ来たぞ。さっき来たとこだな。どんよりさんばっかりだ。向こうどうやって行くんだろう。なんもないな。さっきと同じとこぐるぐる回ってるだけだぞ。どんよりさんとどんよりさん、まだ来てる。やばい、行く道が分からなくなってきた。いたいた、おにぎり。おにぎりマンを仲間にしろ。さあ、やったれ。あれ、移動する。入らないで。ガッチガチだよ。ガッチガチだれ。ガードしてる。やつめガードしてる。仲間にな。あれ、おめえおにぎりばっかり出るけど全くならねえよ。小さい鍵を手に入れたけど大きい鍵穴が。ここは入れないのか。回復だけしとこう。こっちに行きたいよ。ここは行けないだろう。上上上はこれでおしまいだろう。ここ開ける。開けるとそうか、落とし穴がどっかにあるんだな。そうに違いない。それしか考えられない。
じゃあ捕まった。前回も確か落とし穴で落ちたよな。もう一つ。ロブニャンがどんどんレベル上がっていく。パワフルな腕場。そんなん出るんかい普通に。ここだよな。ここ行くにはどうしたらいいんだ。落とし穴以外考えられないんだけどな。生き方がわからない。生き方がわからない。困った。行けなくなってるし。話題姉さんがまた襲ってくる。結局同じところに来てしまう。でここに行っても鬼ギリマンと戦うだけ。さあやってしまい。その間に倒せる。水筒に急車が当たった。倒していない。倒した。どんどんレベルだけ上がっていく。中継現地玉。仲間になんてならないんだ。落とし穴とかもないし、これ以上いけないし、よし諦めるかな。また今度そのうち来よう。さあ次のところに。小学校。不思議な力でドアが開かない。そうだ、あった。こっちに抜け道が。鬼がいたぞ。どこ行った、さっきの鬼。こっちこっち。どこだよ。何が出るかな。アイテム出た。中継検知玉。経験値玉は全部使うって決めたんだ。ミニ経験値玉10ってふざけんなよ。こいつはもしかして長鼻。
長花だった。こんないらんわ。裏門から入ったで。